アイルシムはフランスの音響及び音楽の探求と共同のための研究所。1970年よりポンピドゥーセンターの関連組織としてジョルジュ・ポンピドゥーの指導のもとピエール・ブーレーズによって組織され1977年に設立した。訳語としてフランス国立音響音楽研究所が当てられている。アイルシムは今日音楽制作と科学研究に特化した。 公的研究機関としては世界で最も大きな組織に数えられる。芸術の未来研究と科学技術のイノベーションが集約する唯一の場といえる。この研究所は2006年よりフランク・マドレーネが所長の座についており、パリの演奏会シーズンを通じ、また音楽祭やフランス国内外のツアーを通じて制作、研究、電波という三つの基本軸を展開している。 アイルシムは音楽制作の主要拠点であるとともに国際的な作曲家の創作活動やレジデンスの場でもあり作曲家に対しては移植という手段によって恵まれた出会いの機会を与えているレジデントアーティストのプロジェクトは数多く行われておりこれらは複数の分野に及ぶこともある毎年行われている音楽サイアゴラではこうした創作活動を 一般向けに紹介している。アイルシムは音楽と音響の分野において科学技術のイノベーションの最先端にいる研究センターである。アイルシムの研究は幅広く国内外の大学や企業と共同して行われ、その範囲は音響学、信号処理、情報理論、音楽学、音楽認知研究に及ぶ。これらの研究はメディアアート、造形、舞台芸術、 産業界にまで応用されている。アイルシムは情報音楽の教育の場でもある。世界的な研究者や作曲家の協力によって作曲の研究過程や講習会が行われており、さらにパリ第六大学との共同による修士過程が開設されている。一般人向けのものとしては教育省と各音楽院との綿密な共同によって インタラクティブな教育ソフトの開発が行われている。2006年より創作活動と技術研究、そしてそれらの電波を同時に促進させるために、研究所全体の方針として芸術面に重点を置くこととなった。以下の一連の変革はそれによるものである。アイルシムの特質は、音楽現象について様々な科学的視点を受け入れ、連携を図ることであり、物理、 信号処理、情報理論、認知心理学、音楽学の観点から研究活動を行っている。研究領域はフランス国立科学研究センターとの共同研究における音楽と音響の科学、工学に定義されている。活動は以下の2つの任務からなっている。これらの任務は芸術家と研究者を結ぶ学際的な音楽研究プロジェクトの実施。 および専門的アプリケーションソフトウェアと工業企画の開発によって遂行される。アイルシムは国内やヨーロッパの研究プログラムに積極的に参加しており、かつ産業界との共同研究をリードしている。ユーグビネ率いるアイルシムの研究開発部門は、研究員、技術者、博士、技師、事務員など90人のメンバーからなり、8つのチームに分けられる。各チームは、 各自の領域に応じた一連の仕事に組み込まれつつも、科学分野における学際性から専門チーム間での活動においてテーマを設定している。なお、活動の性質からアマー STMS に組み込まれているチームもある。2010年12月現在、研究チームは以下の8つから構成されている。主な技術遠隔など、主なソフトウェアなど、研究部門、教育部門ともに、 緊密な連結している制作部門はアイルシムの活動の支柱である。芸術部と制作部によって組織化、運営がなされており、プロジェクトの企画、実施、録音に至るまで作曲家や演奏からの制作協力を行っている。アーティストの発表はアイルシムの活動の重要な公開機会となっている。まず、アーティストにプロジェクトの方法を手ほどきする。 他のプロジェクトの例、プロジェクトに関わるパートナーシップの創出、音楽習慣や音楽祭などにおける発表機会の提供などを行い、プロジェクトの推進、構成を補助する。プロジェクトの確認の次に、実際に外部とのパートナーシップや、可能な外部からの支援を取り付けるという重要な仕事がある。プロジェクトの実現を管理し、アイルシムのノウハウから企画立案を行っている。 アシスタント、技術者、音響オペレーター、舞台オペレーターを提供している。初期の頃より研究、教育に携わってきた作曲家のほか、レジデントアーティスト、研究家庭に所属した作曲家、また、アイルシムが制作協力をした作曲家の作品などがある。ほか、アイルシムの関連作品一覧を参照世界初の情報音楽の教育機関としての 歴史から、また、理念の一つである電波とも関連して、アイルシムは多くの教育活動を実施している。作曲研究家庭作曲家のための研究家庭がある。情報音楽における、理論上、作曲上の問題系に取り組み、考察するために必要な信号処理、音響合成、インタラクションの処方を1年間、または2年間、集中的に訓練する。ステファーノ・ジェルバ像に、 イザベル・ムンドリー、ファウスト・ロミテリ、ジョシア・ファインバーグ、モ月ズ、K、ブルーのマントバーニなど、世界で活躍する作曲家がここで研鑽を積んでいる。2008年より、パリ、リヨンのフランス国立高等音楽院、スイスのジュネーブ高等音楽院の間で一部人員の提携を結んでいる。収士課程音響技術者のための収士課程がある。情報音楽、音響信号処理。 音楽音響の領域における研究に取り組むための科学と音楽の基礎力を養う。これまで音響、音楽の領域における研究者、教育者、工学技術者を数々輩出してきている。設立当初より国立高等通信学校、パリ第六大学の間で一部人員の提携を結んでいる。一般人を対象としたアイルシム製ソフトウェアの講習会。 週末に行われている。MAX、MSP、オパンミューザック、オーディオスカルプ l p t m o d などの初機能を段階的に学ぶことができる。英語による講習も一部開設されている。作曲家、演奏家、サウンドデザイナー、音響技術者、音響技師、舞台関係者などが対象とされているが、受講資格は特にない。1993年より、 以下のアイルシムフォーラムにて研究及び創作の教育機会、ワークショップなどが設けられている。メッスで毎年行われるフェスティバルアカウントの作曲講習会においてアイルシムのチームによる講習会が開催されることがある。日本においては2006年12月 NPO 団体グラビル及びナオミ学園大学大学院の招きによりヤンマレッシュのチームが来日し、 初代アップルセミナールームにて3日間のワークショップ、東京日仏学院にてシンポジウム及び演奏会が行われた。ワークショップでは、MAX、MSP、オーディオスカルプとオパンミューザックのレクチャーが行われた。1996年から、アイルシム文化賞、フランス国立科学研究センター、パリ第六大学の間で音楽と音響の科学、 工学の名目で科学技術及び高等教育の協力提携を行っている。アイルシムはまた様々な演奏機会、演奏の形を展開してきた。アイルシムのレジデントアンサンブルであり、現代音楽の演奏に特化したアンサンブル、アンテルコンタンポランはこれまでアイルシムで創作された作曲作品の実演に対し多大な貢献をしてきている。おの,おの,の演奏家は ソリストとして、また別のアンサンブル奏者として個別に仕事を依頼される腕前を持ち、こうした超一流演奏家集団であるアンサンブル、アンテルコンタンポランは、アンサンブルモデルギアクラングフォルム・ウィーンなど、他のヨーロッパの数多くのアンサンブルのモデルとなっている。ポンピドゥーセンターに音楽部門が設置される予定は当初なかったが、ポンピドゥー大統領の強い意向により、 音楽研究所の設立が決まった。大統領は1966年からはすべての活動を止めてドイツに拠点を置いていたブーレーズを急遽パリに呼び戻し研究所の計画構想を要請した。1973年にイゴールストラビンスキー広場が完成し、研究所はポンピドゥーセンターと共に1977年に完成した。当初よりブーレーズは 責任者として本部におり、研究所の完成と共に所長に就任。設立前からの準備委員として、ルチアーノ・ベリオ、ビンコ・グロボカール、ジャンクロード・リセーマックス・マシューズらがいた。1992年、ブーレーズは名誉所長となり、ロラン・ベールが所長に着任した。1996年メディア・テイクが開設された。この施設は、世界で最初期の分野横断的な試みであり、 1000時間以上の録音資料、2000冊以上の研究所のオンライン上アクセスを可能とし、かつ実際の楽譜、音楽書籍及び周辺分野書籍を有した。2002年には哲学者のベルナール・スティグレールが所長になり、2006年1月1日、スティグレールのポンピドゥーセンター芸術監督就任に伴い、フランク・マドレーネが新所長に着任。マドレーネは、アルスノバ、 ブリュッセルやムジカノバ、ストラスブールなどの現代音楽祭の音楽監督を務めており、就任挨拶では、イナ GRM をはじめとする国内外の様々な研究組織との共同構想を豊富として語っている。アイルシムのエントランスは、ポンピドゥセンター南側に位置した、ストラビンスキー広場の池の西側正面に位置するが、実際の施設の多くは、外部の騒音を遮断するために、 池の地下に存在している。無教室などの音響実験連、録音スタジオ、残響をコントロールする、可動壁及びマルチスピーカーシステムを常設した、コンサートホール、エスパス・ドゥ・プロジェクションなどの施設が、池の下方部にあり、池の西側正面の建物内部には、サーバー管理の端末アクセスによるメディアテイクをはじめとし、エントランス及び出版物販売。 フランス国立科学研究センターの研究連及び事務所等が併設されている。建築設計はレンゾピアノ、リチャード・ロジャースの共同によるもの。月に一度は研究所内のホールにて新作の初演、または演奏会を行っているほか、ヨーロッパ各国においてアイルシムの技術を必要とする演奏会及び、イベントには担当の研究員が常に派遣されている。 そして毎年6月には現代音楽祭フェスティバルアゴラを主催し会場はアイルシム・ポンピドゥセンターや近隣の劇場に及ぶ2006年からは一部の日の演奏会がラジオフランスとの共催になりオーケストラ作品や劇場作品など大規模な催しにはラジオフランスのホールを利用しているまた国際コンピュータ音楽会議 第3回国際音楽情報検索会議、国際会議、音楽、芸術表現のための新インターフェースなどの国際会議がアイルシムで行われた。2010年、メッス・ポンピドゥーセンターの竣工に伴い、同センターにおいて2010年10月より2011年2月まで毎月演奏会が行われている。アイルシムの関連人物一覧を参照他他、ズレーベルより多数出版他、 オペラ DVD など、ハットサイエンシズイテクノロジーズデラ・ミュージックイジューさん。アマー 9912http コロンスラッシュスラッシュ www.ircam.fr スラッシュ touurnees.html サイクルイコール174。ありがとうございます。